裸で。アル様、裸で毎晩プールで泳いでるんですか？そうよ、生まれたままの姿で。アル様大胆。アル様らしいよね。私見てみたいな。私もきっと素敵だよね、あのプロポーションでも。うん、それでチカルお姉様は見たんですか？いいえ、見た人は誰もいないの。泳いでる音を聞いた人はいるみたいだけどね。それは絶対チェックしなくちゃ。早速今晩行ってみよう。あら、何かあったのかしら。渚ちゃんが学校の方に走っていくわ。あ、本当だ、玉尾さんと千代ちゃんも。渚ちゃんの行くところ、事件あり。さあ、秘密部緊急出動よ。ああ、驚いたわ、エトワール様があんなに乗馬が得意だなんて。ね、光。素敵。エトワール様が乗馬部でなくてよかったよ。アマネ先輩。あの方が選手だったら大変なライバルになっていた。あ、エトワール様が。素敵ですね、玉尾お姉様。エトワール様の乗馬姿、初めて見ましたわ。エトワール様、お呼びですか？さあ、ナギさん。手を差し伸べたエトワール様が、いきなり私の手を引いて、白馬に乗せて。やっ！ナギサちゃん！ナギサお姉様！エトワール様と渚ちゃんが馬で学園の外に。エトワール様。渚、約束したわよね、お花の手入れが終わったら海へ行くって。はい。やっ、行っちゃった。いよいよ秘密部としては見逃せない事件ね。さあ、追いかけるわよ。はーい。すっごく気持ちいいですね、エトワール様。馬に乗って波打ち際を走るなんてもう最高です。嬉しいわ、渚にそう言ってもらえて。ほら、ずっと先に岬があるでしょ。はい。あの向こうにとても静かな岩場があるの。やっ、足元に気をつけてね。はい、チカルお姉様。やっと追いついたわ。まさか本当に海まで来ちゃうなんて。さすがエトワール様ね、この岩の影からならよく見えるわ。みんなも足元に気をつけてね、下はすぐ海だから。はい。大丈夫ですか、千代ちゃん？はい、タマお姉様。渚お姉様と砂遊び。うわ、カゴメちゃん、いつの間に。ねえ光、しゃがめば海水に手が届きそう。落ちないように気をつけてね、ややちゃん。泳いだらすごく気持ちよさそう。もう、お二人とも聖火隊の練習サボって海に来るなんて。あ、つぼみちゃん、またうるさいのが来た。うるさいとは何ですか。エトワール様、静かで本当に綺麗なところですね。気に入ってくれて嬉しいわ。潮風が気持ちいい。チカルお姉様、エトワール様は本当に裸で泳ぐんでしょうか。裸で泳ぐ？泳ぐに決まってるわ、キズナちゃん。ここには他に誰もいないし、水はきれい。
裸で泳ぐには最高の場所ですもの。エトワール様が服をお脱ぎになればはっきりしますわ。この間の激しく大胆な下着がエトワール様のものかどうか。へえ、裸で泳ぐエトワール様に激しく大胆な下着のエトワール様、みんなそんな目的で来たんだ。面白そうね。あら、そういうヤヤさんはどうして海に？勢い？なんかみんなすごい勢いで馬を追いかけるから、つい。はあ。エトワール様、こんなところに貝が。綺麗な貝。あら、ここにもあるわ。もう、のんびり貝なんか拾ったりして。早く裸になって泳がないかしら、エトワール様。それにしても今日はいい天気。ねえ、光。私たち泳いじゃっか。ちょっとやや先輩、いきなり制服を脱ぎ始めないでください。もううるさいわね。海が私を呼んでるの。ややちゃん、でも水着を持ってきてないよ。いいの、私一度裸で海を泳いでみたかったの。へえ。エトワール様も裸で泳ぐんでしょ？問題ないわ。それにみんなも、どうしたの？渚ちゃんと、エトワール様。こんなところに隠れて、一体何を見ていたのかしら？エトワール様！エトワール様はいつも裸で泳ぐって聞いたから、見に来たんです！キツナちゃん！行っちゃった。その噂のこと忘れてた。エトワール様、本当に生まれたままの姿で。私は裸で？まあ、そんなことが噂になってるの。それで、エトワール様は？泳ぐときはいつも裸よ。というのは嘘。私だって水着くらい着るわ。びっくりした。エトワール様の噂、やっぱりただの噂だったんだ。よかった。せっかくそんな噂があるのなら、今度渚と海に来た時には裸で泳ぐことにしようかしら。もちろん渚も生まれたままの姿でね。それじゃあ、いろいろ解決したところで、私泳ぐわよ。まだ下着のことが。ややさん、その下着は、たまおちゃん、あの時のすごい下着だよ。紫に、オレンジ。目が回る。パーシバルも、紫。着る？もう、やや先輩、恥ずかしくないんですか？あら？確かスピカの校則で、下着は白以外は禁止っていうのがあるって聞いたけど。もちろん、光はその校則、守ってます。やちゃん、そんな自慢しないで。私だってきちんと守ってます。って、何言わせるんですか？あんたが勝手に言ったんじゃない？